2015年6月15日、韓国マネーフレイによると、中東呼吸器症候群 MERS の影響で、訪韓観光客のキャンセルが相次ぐ中、観光市場の早期回復を図るため、韓国政府が外国人観光客を対象とした MERS 保険を導入すると発表しました。韓国文化体育観光部は、訪韓外国人観光客の不安解消のため、22日以降、訪韓外国人観光客には、入国と同時に MERS 保険に加入してもらうとした。MERS 保険は、韓国滞在中に MERS に感染した場合、治療費全額と旅行費、その他保証金を支払うというもの。保証金は、感染時に3000ドル、約37万円、死亡した場合は、最大1億ウォン、約1100万円、支給されます。文化体育観光部の金賞、キム・ジョン第2次官は、MERS の余波が観光市場に及ぼす影響の深刻性を鑑み、前例のない安心保険を支援するなど、苦肉の策を講じたとしている。これについて、韓国のネットユーザーからは、様々なコメントが寄せられています。MERS 輸出ができないから、今度は、お金を渡してウイルスを持って行ってもらおうとしてる。こんなひどい政策、誰が考えた？物乞いみたいな奴らが退去してやってくる。そのお金も国民の税金だよね。お金目当ての外国人がたくさん来たらどうするの？そんなとこに税金を使わないで。地球上で最も豊かなのは韓国なのか？自国民を軽んじる国に未来はない。韓国は外国人やお金持ちの韓国人が住むにはとてもいい国だ。韓国人も不安で旅行しないのに、外国人が危険を承知で来ると思ってる？こんな時に金儲けなど考えてないで、MERS を確実に防ぐ方法を考えろ。問題が起こらないように考えるのではなく、ことが起こってから保証のことばかり。セウォル号から学んだのはそんなこと？この機に及んで、対面ばかり気にしてるね。